どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日ちょっと感じ違うでしょ。今日はビッグニュースですよ。ちょっと以前からねご連絡皆さんにシェアしてるんですけど、ガズさん生まれて初めてクラウドファンディングに挑みます。皆さんご支援をいただきたく思うんですけれども、まずですねそのクラウドファンディング、本当は5月末に始まるって言ってたんですけど、もういろんなことがねボコボコ起こってきて、私もクラウドファンディングとかやったことないですからね。まあね大変でしたけど、いや1ヶ月遅れでとうとうクラウドファンディングページ公開の日程がじゃん決まりました。ありがとうございます。はい、まず日程言いますよ。2019年6月25日正午、昼間の12時にページが公開されます。やったー。はい、こんな感じね、こんな感じでいきます。でつまり逆算すると、今日は6月21日だから今日はあとね公開まで4日ということで、カウントダウンでね毎日上げていっちゃいますよ。で、まあ、公開されていければね、された後もどん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 最新情報をアップロードしていくんですけど、何のクラウドファンディングか、これですよ皆さん。私が最近ガズレレ YouTube で使ってるこのねウクレレを皆さんに手に取っていただきたいっていうことなんですけど、これただ商品を売るだけじゃなくて、このウクレレはですねベトナムで作られている。ベトナムで作るとですねものすごくいい木材と職人さんのこの腕がある。で職人さんの腕、まあこれ詳しい人は分かっていると思うんですけど、なんとですね日本で10年間こう楽器職人として、あの基礎を築き上げて、もう超一流のビルダー、ウクレレビルダー、楽器の作る職人さんが今回このプロジェクトのために移住してんですよ。モジャ君です。はい、この人ね一緒に写真撮ってるけど、このモジャ君が今も今日もベトナムのホーチミンでこのウクレレもうガツガツ作ってんですよ、ベトナムのね、楽器職人たちと。でこれはですね、皆さんが、メリットがある のはですね、あのににこのね単板材を使って、この超一流の木を使って本当に弾きやすいクオリティが高いウクレレを日本で買おうと思うと、やっぱりね人の手ですから10万円20万円になっちゃうんです。これをですねまあ半分以下の価格で届ける、これがすごくメリットです。まあやっぱりねあの皆さんあの私のね毎日 YouTube 見てもらって音のね感じは分かると思うんですけど、本当に素晴らしいです。まあこのいつもですねこの形は私がデザインしたんですよ、ブリッジはね。まあこんなことをまあ繰り広げてるんですけど、それでね何が起こるかというと、ベトナムの工場が稼働するじゃないですか。そうするとですねもっと今後いいものを、いっぱい作れるようになって、世界中にこれがねお届けできるような規模にしていきたいなと思うことで、結果、将来的にはそのベトナムで工場を作ったりとか、そうスケールの大きいことを考えたいんですよね。そうしたらですね皆さんも喜ぶし、またその皆さんのこの購入してくれたウクレレがいいってことで、またそれも広がるし、そしてベトナムの工場がすごく稼働するようになって、また新たなウクレレが作れるし、そうするとまだウクレレ手に取ったことない方にもいいウクレレがどんどん届けられるという、こうなんて言うんでしょうね、ものすごくでっかいプロジェクトになりつつあるんじゃないかということで、まずクラウドファンディング最初の100本お届けするということです。はい、そんなこうことをですね毎日毎日少しずつこの YouTube チャンネルやらもう他のいろんな SNS を使ってただただもう皆さんにお伝えしていきます。皆さんこのウクレレゲットしてください。でですねチラッと見せちゃいますけどね、この目玉があるんです。これは今いつも使ってるソプラノウクレレなんですけど、はい、これにねピックアップがついたモデルもあります。ピックアップこうジャックホットジャックを刺す、ね、それが入ってます。あとじゃ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 、これ気づくかなみんな、どうですこれ。これはですねほら見てコンサートサイズなんですよ。これほら G マークがついてる、これは今日初めて公開しました。コンサートサイズのウクレレも実はオーダーを受け付けるこのクラウドファンディングの中に入ってます。これねちょっと今日はあえて音出すのはね次回なんか今日以外にするんですよ。すっごい音いいですよ、期待しておいてください。これもまあ近々紹介します。そんなことですね、そのクラウドファンディングの返礼品にはこのソプラノウクレレとかもいろいろ入っていきます。あとガズとこのウクレレを弾くねイベント、リアルイベントだったりレッスン付きだったり、一緒にベトナム行こうみたいなのがあったり、そういうのですね逐一細かく紹介していくってことを今後やっていきます。毎日やっていきますね。毎日ガズレレ YouTube チェックしてくださいね、お願いします。今日は6月21日だからあと4日ということで、はい。でブログにねさっきそのことを書きました。ここにリンク貼っておきますから、
このブログもぜひ読んでください。ここでも細かく文字でもね紹介しますからね。そういうことでもう一回整理しますよ。ガズが生まれて初めてやるこのウクレレをみんなの手に、いいウクレレを皆さんの手に届けるための、あ、そして世界中にそれをいずれは届けるための夢のあるクラウドファンディング立ち上げます。そのページ公開は6月25日の正午火曜日ですよ。皆さんお昼休憩はもう見逃さないでくださいね。はい。で、まあ、最初の100本をこのウクレレでクラウドファンディングで募集というかするんですけど、その後もどん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 違うのそこでオーダーも、受け付けられるようにしております、はい、それの今日はまず第一歩目ね、この第一歩目の、情報です。はい、皆さんお楽しみにしといてください。これはね大変ですよ。はい、そんなことで、まあ、普通のガズレレ YouTube レッスン動画の方も、まあ、できる限り更新していきますので、ね、合わせてご覧になってください。はい、ガズレレ .com まずこのホームページに一応全部で載ってるんで、まあ何があろうがこれやってくださいね。あといろんなイベントいつも言ってますけど、長野市6月30日行くでしょ。で7月6日はねあれですよ、千人ガズレレです。練習してる？私なんかもうねパプリカとかもう覚えましたよ。もういろんな曲覚えちゃった。はい、皆さんも覚えているかな。はい、まあ、そんなこともいろいろ含めて、まあ、いろいろクラウドファンディングの今日お知らせなんですけど、まあ、やっていきましょう。はい、ガズレレ .com よろしく、リンクここに貼っておきますね。そんなことでね、毎日チェックしてくださいよ。クラウドファンディングの情報バンバンアップロードしてきますから、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね。チャオ。